皆さんこんにちは、みこです。いつもみこログをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、アイハーブを注文したので紹介していきたいと思います。今回はですね、皆さんのレビューを信じていろいろ購入してみました。私、化粧品ってほぼほぼ保湿さえできればいいので、あんまりこだわってないんですけど、まあ、強いて言うならばセラミド入りの肌をいたわる、まあ、肌を、保湿してくれる程度なんですけども、このクリームがすごくレビューが良かったので購入してみました。これが Q10 アンチリンクルフェイスクリーム、日本語に訳して Q10 年齢肌のケアフェイスクリーム、48g とありますね。肌にね、張りが出るっていうか、すごくレビューが良かったので、肌の調子が良くなりましたとか、朝と夜両方使えるところがありがたいですとか、敏感肌の40代ですとか、ズボラな私にぴったり、私ですね正規成分ですね。肌を整える成分、コエンザイム Q10 の濃縮成分が肌を引き締めて保湿し、柔らかく滑らかな印象な肌にしてくれるそうです。ちょっと開けてみます。こんな感じでしょうか。こんな感じですね。すごい、なんかプリンみたい。こんな感じで、スパチュラはついてない、ついてなかった。蓋からやりましょうか。こんな感じで、でもすごく気持ちいいです。これだと朝も使えるかなっていう感じで、保湿してくれて、アルコールも不使用で、無香料と書いてますね、無香料で肌を引き締めて保湿することで、より柔らかく滑らかな肌を実現します。メイク下地としても使えるそうなんでね。ほんのりクリーム色なのかな。2113円だったかな、購入しました。売れ筋商品ということでね、ちょっと使ってみようかな。アンチリクルがいいですね。アンチしたいです。朝晩使ってみたいと思います。これもね、どんなんだろうって買ってみたんですけど、デラクルーズアルニカ、これはなんだろう、アルニカ、日本語訳が面白い。アルニカ軟膏ズキズキスキンケアちょっとよくわからないけど、乾燥です。がっつり乾燥対策の、これもクリームになるのかな。で、小さいサイズをね、ちょっと試してみたんですけど、ほんと軽い感じで、結構ちょっと汗かいてる感じだけど、乾燥肌パックリ、ズキズキを迅速に落ち着かせて緩和。要はこのね、主婦だけじゃないと思うけど、主婦特有のこのね、パックリ割れ対策ですどうなんだろう、なんだろう、ワセリンみたいな感じかな。パラフィンワックス、ミネラルオイルがベースになってるので、でもウィンターグリーンとかもアロマも入ってるのでね、傷口を修復したりとかするっていう効果はあるのかな。ユーカリも入ってるし、カモミールも入ってるので、どっちかって炎症とかね、そういったのとかも防いでくれるような感じ。ここ割れません？この指のこの端っこね、なんで同じとこばっか割れるんだろうっていうぐらい。すごい匂い。これだ、これウィンターグリーンですね。アロマで言うとウィンターグリーンというね、サリチルリチン酸メチルだったかな、ちょっと調べよう。サリチル酸メチルが9割ということで、湿布です、ほぼ湿布のようなね、香りがするって思っていただいたらいいですね。ウィンターグリーンが入ってるっていうのでね、メントール系のね、強い清涼感のある香りで、気分すっきりしたい時にもおすすめな香りなんですけども、でもそんなには入ってないかな。
ね、冬のお湯とか使ったりとか、こうアルコール消毒してね、こうパックリしたところに塗るっていう。ハンドクリームはちょっと苦手で洗いたくなるんですけど、これをちょっと指先だけにね使ったらいいかなと思って小さめを買ったんですけど、そこそこ大きいですね、ささくれとかこの指のパックリを、パックリズッキリを改善できたらなと思い購入してみました。こういうのってね塗らないと良くならないのでね塗る習慣が大事です。はい、こんだけ入って302円なので面白いから購入してみましたけど、これもね9232レビューもあるのでいいのかなと、冬ならではのアイテムを購入してみました。指とくればね、口です。リップもねひび割れてきますので、クラシックリップクリームメディケイテッド 10g です。これも同じ302なんですけど、可愛いなと思って購入してみました。唇もね乾燥したりとかしてひび割れがひどくなっているんですけど、あ、こんな感じですね。こう波平スタイルですね。よいしょ、出てるタイプです。使ってみよう。直接、あ、すごい甘い匂いする。補色はセリンとカンフルなんで、スースーする感じで唇の割れかけに塗りたいと思います。乾燥して縦じわがねどんどん目立ってくるので、こういうのもケアしていきたいと思います。最後ね、大きいのが来たんですよね。お、ゴールドボンドアルティメットラフバンピースキンデイリーサポートクリーム 226g になります。名前が面白い。ガサガサボコボコってね、表現がねなんか面白いと思って購入してみたんですけど、肘とか膝とかかかとの極度な肌荒れ、面白い。効果実証済みということで、使用者の 90% が1週間で肌が今までより滑らかで柔らかくなったと実感していますって、すごーい。 90% に入りたい。開けてみましょう。すごいですよ。腕、太もも、背中、お尻の肌が粗くデコボコしているためにイライラしたり恥ずかしい思いをしたりすることがあります。肌の調子を保つには通常のボディーローションを超えるものが必要です。ラフ&バンピースキンデイリーサポートクリームは肌に優しく効果的な角質除去剤 AHA、BHA、PHA が配合され、さらに8種類の集中モイスチャライザーが含まれているため、粗くてデコボコした乾燥肌であっても角質を除去して調子を整えます。なんて優秀。臨床試験済み、効果実証済みで1時間でデコボコ肌の改善効果が現れ始めますですって。なんてこと。うん、こんな感じ。もうこれ、いや、内蓋はないです。このままです。私もう肘もね、膝も小僧さんみたいですけども、どんなんだろう。あ、これも無香料でしたね。で、割とさっぱり、あ、さっぱり、すごいさっぱり、思ってたのと違う。8種類もモイスチャライザーって書いてるからベタベタするのかなと。非刺激性なんですって。へー、これいいかも。すごいさっぱりのクリーム。実はね、私首に使おうと思って購入したんですよね。首がねだんだんザラザラしてくるんですよ。イボも出てくるし、色素沈着も出てくるし、この首がねなんかボコボコしてくるんですよね。若い人みたいに滑らかさがなくなってくるので、首もいいって書いてあったんで購入してみたんですけど、ちょっとこれ継続して使ってみますね。
よかったら皆さんねコードを使ってお求めください。あ、でもすごくさっぱりしてるからこれ割と夏でもいけるかもしれない。うん、あ、すごいよ。あ、光ってるよ。ほら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 、あ、すごい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 、わかるかな。こうね、ちょっとこうブツブツブツっとなるんだけど、あ、あ、これすごいすごいいいな。あー、ちょっとこれ一番ヒットかもしれない。すごい速攻性がある。ちょっとびっくりしちゃった。パウダーを塗った後みたいな感じでサラサラになります。え、めっちゃ綺麗になるんだけど。わー、これすごいいいかも。油断してただけにちょっと衝撃的でしたけども、これすごいいいです。すごいダントツ1位です。すごくいい、これはいい。ちょっと何日間置いて使ってみた結果もねレビューでお届けしたいと思います。あ、びっくりした。触っておきたくなる。あー、ダメだわ。あ、こっちだわ。すごい。あ、これちょっと感動。たっぷり入ってるし、これ早速子供たちにもね膝とかね真っ黒になっていくので使って、まあ、シアバターも入ってるしアロエベラも入ってるし、すごくあのリン酸アスコルビン酸マグネシウム入ってるので肌もやっぱ白くなるのかな。でもそんなにはね医薬品ではないのであれですけど、すごく実感できるのは瞬間でお分かりいただけたかと思います。私のリアクションを参考にしていただければいいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。感想にちなんでね今回はねお届けしましたので、これからも乾燥が進むとやっぱり老化も早まっていきますので、できるだけ保湿はしっかりと、内側からもねしっかり免疫を上げて、外側はしっかり乾燥対策っていうことが一番ね、美肌を保つためには絶対条件だと思います。今回もですね、私のコードを、こちらにご用意してますので、こちらのコードを使っていただけますと大変嬉しいです。また何かこれはいいっていうのがあればご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、コメント、まだの方は全部3点セットでよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。